したくて、今何か欲しいものとかあればと思って。さきちゃんありがとう。今はね、ドーナツが食べたい気分。今ってそういう意味ではなくて、誕生日プレゼントとして何か欲しいものがあるかという話で。ああ、そういうことか。それなら思い出かな。思い出？うん、さきちゃんやみんなとの楽しい思い出がもっと欲しいの。なるほど、リンクさんらしい。だったら私のとっておきの場所があるんです。そこに招待するなんてプレゼントでもいいですか？とっておきの場所？もしかしてさきちゃんの秘密基地？それは当日までの秘密です。太陽が昇る前の空気って気持ちいいよね。リンクさん疲れていませんか？ずいぶん移動に時間がかかってしまいました。いいっていいって。空気も澄んでて自然がいっぱいで、なんだかアフリカにいた頃を思い出すよ。確かリンクさんはこっちに来る前はアフリカにいたんですよね。うん、パパとママと一緒にね。私は一足先に帰ってきちゃったけど、パパとママはまだ研究するって向こうにいるの。そうなんだ。他にご家族の方は？お姉ちゃんがいてね、今宇宙飛行士を目指して頑張ってるよ。宇宙飛行士？うん、お姉ちゃんは何でもできてすごいんだ。知らなかった。今度詳しくお姉さんの話聞かせてもらってもいい？うん、いいよ。ところでここで何するの？空を見て、リンクさん。空？わあ、お星様がいっぱいだ。この辺りで星を見るならここが一番だから、私のお気に入りの場所なんです。すっごく綺麗な星空。サキちゃんのお気に入りなのも納得だよ。ありがとう、サキちゃん。明け方は空気が澄んでるから特に綺麗に見えるんです。あ、リンクさん、あの星見える？え、どれどれ？あの一番明るい星、この前調べ物をしていた時に見つけたんです。あの星、リンクスターって名前なんです。明るくてとっても元気な星に見えて、リンクさんにぴったりだなって。あ、その名前懐かしいな。え、リンクさん知ってたんですか？うん、だってお姉ちゃんが見つけた星だもん。昔お姉ちゃんが発見した星なの。それで記念に私の名前をつけてくれたんだ。それって本当の話？うん、お姉ちゃんすごいでしょ。すごいなんてレベルじゃないと思う。サキちゃんが教えてくれなかったら日本からでも見えるなんて知らなかったな。ありがとう、サキちゃん。最高の誕生日プレゼントだ。